こんにちは、トビタジョです今日の心に火をともす言葉はこちらです。宇宙はすなわちこれ我が心。我が心はすなわちこれ宇宙。宇宙はすなわちこれ我が心。我が心はすなわちこれ宇宙。 これは中国南宋の思想家陸九苑の言葉です陸九苑は陸昌山昌山先生とも呼ばれ心の内政を重んじて心足理説を唱え手記の生息理説と対立する一派を成しましたそしてその思想は王陽明に継承され 陽明学の源流になったとも言われています。この言葉は宇宙というものは自分の心の中にあるものであり逆にまた自分の心というのは宇宙に他ならないと言っているのです。確かに考えようによってはそういうことになります。例えば光で宇宙の果てまで行くには 数百億光年かかると言われていますね。しかしながら自分の心の中に宇宙の果てを想像したらどうでしょうか。ほんの一瞬ですよね。たとえどんなにどんな宇宙かということは分からなくとも一瞬にして宇宙の果てまで到達できたということは自分の心というものが 宇宙と一体、すなわち心イコール宇宙だということになるのです。私自身、リクさんが当時、どのような意図でこの言葉を発したのかはよくわかりませんが、おそらくそのように考えて発した言葉なのではないでしょうか。宇宙はすなわちこれ我が心。我が心はすなわちこれ宇宙。 人間の心というものは一瞬で宇宙の果てまで行ける恐るべきものです。そしてこれこそがまた宇宙と一体のものとしてつながっていることの証明でもあるということなのでしょう。